外で待ってましたね。スマートパーク岡崎ですね。日体はしっかり人数揃えて前に出るディフェンスで今、はい、前で止めて敷かれています。まずは高橋サバイトスクラムからまたマイボールの再開だったのでまたじっくり攻めてたんですけど、バックでマイボールドッパーズのマイボールから再開になってしまって、はい、カバースが間違ってもらうんですよ。カバースが間違ってもらう全試合下がった宮崎がジャイルをゲットしています。短いパス、プロタジッコ、パスが入りました。後ろを通したのは0点くらいになってますよね。なかなかここも今合わせた少しだけテンポ止まってますよね。一体としてはこれでいいと思うんですよね。まだ違う高いキックに対して、はい、しっかり対応できてますね、はい、去年のこの同じカードはですね、はい、結構わずかと岡崎でした。岡崎アドバンテージを受けています。ボタン入って新作初登場ボールを持ってさばいた。アドバンテージを取った大阪からのパスは通りませんでした。村田もう一度立ち上がった。抜けてオフロード取った川崎、ね、そしてハーフの宮尾2試合連続のトライ1年生また取った大瀬田アドバンテージがあるんで、そんなにこう攻め急がなくていいと思いますけどね、はい、ここで笛渋いプレーをしましょうね。あの上のそうですね、サイズは本当に小さいんですけどね、はい、トヨタに対大抜かせませんでした。72分を回っています。この位置に佐藤1年生、今もフォワード同士というパス交換でした。谷山のタックル乗り越えていくか、ボール早稲田です。ブレイクダウンなかなかボール出てきませんが、アドバンテージは早稲田。佐藤がここまで粘って
長田、近場で離して小林健太。ギリギリで離していきました。近場がブレイクだ。